はいどうもこんにちは、ジェット大輔です。以前ね、ケ康コトキナーさんから、ちょっと謎のフィルターが用意されてるよっていうお話をしましたけどもね、作例もね、たくさんお見せしましたけども、ついに情報解禁されました。じゃーんえー、こちらね、先月からお借りしております。オムニクリエイティブフィルターシステム。by レンズベイビー。 はい。レンズベビーといえばね、いろんなボケ具合が面白いレンズ出してますけどもね、レンズベビーらしい製品だなっていうね、前ボケ、あ、これ箱が逆さまだった。<laughs> 箱が逆さまだった。もうね、これ、どこの動画ね、撮り直しがもうこれで4回目なんですよ。 最初はね、20分以上喋っててね、もう、長ったらしいから、編集すんのも嫌だなぁと思ってね。その後はね、ずっとね、なんかここの前髪がね、静電気で一本だけすごい変な垂れ方してたんですよね。もうだからね、もう髪ね、下ろしちゃった。<laughs> うん。はい。すごい変な垂れ方の髪型でね、でもう一回取り直したらね、また静電気でね、ピピ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 ってなって、 ちょっとね、静電気と湿気弱いんですよね。<laughs> まあ、髪質によってはね、大丈夫な方いらっしゃるでしょうけどもね、僕はね、静電気と湿気は本当にダメですね。だからもう夏場とか、もう、もう、わけわかんない髪型になりやすいですもんね。風に吹かれてるだけでね、なんか、こんななってましたからね、昨日もね。昨日、花火見たんですけどもね。はい。花火。 どうよ、これ。主にクリエイティブフィルターシステム by レンズベビーを使うことで、なんかすごいことになるわけですよ。花火も。<laughs> 動画で撮っても面白いしね。動画で撮ってもなんか変わった感じになるわけですよね。え、一体どういうものかっていうとですね、こう、こうです。<laughs> わかりますえこれ自体は 77mm 系のフィルターネジがありましてこうねレンズの先端にフィルターとしてつけるのはまあ他のフィルターとしてフィルターとも変わりませんけどもねこうこれ見てよ磁石の球体関節みたいなね磁石の球体関節みたいなやつでペシッとつくのよね これ二つをさ、こう重ねたりさ、いろいろ組み合わせたりとかさ、あとこういうなんか、アームみたいなのが飛び出してたりするからね。これもまあ、あの、取り外しはできるわけだけども、ま、ここもね、付け替えちゃえば、ね、別のやつ付け替えちゃえば、これもね、距離、距離取ったりとか、引っ付けたり、距離取ったり、引っ付けたり、距離取ったり、いろいろできちゃうんだ。 えー、これなんかね顔が顔が横に伸びたり顔が細くなったり横に伸びてる細くなったりとかねこれはね虹ですねあれど,どこで虹が見えるかいほら虹が虹がね好きなところに出せるんですよこれはねちょっと面白いよこういうね えー、これはですねあの何、ー、て言うんですかタツノオトシゴみたいなね、えー、そういうものをイメージされた形ですけどもね僕の唇が3つに増えましたねこれでね <laughs> そういったことがねできるわけ。はい、こういったものがですね、えー、この不織布のケースに 入ってセットされております。えー、もう一本ね、短いアームもね、磁石のアームもありますね。はい、それからですね、この、これ、カニメレンチ。これがですね、付属してるんですね。プラスチックのね、そんなに、まあ、高そうなものではないですけどもね、こういった、これね、現場でね、レンズから外れないことあるでしょ、フィルターって。 その時ねやっぱりねこれね現場に携行するとね役立つんですよね。でこういったちゃんとした不織布の袋に入るようになってる袋というかケースに入るようになってる入って売られてるわけもうそもそも入って売られてるからねそのケースに入るか入らないかってやっぱりね持ってく持ってかないの分水嶺になるからね 持ってける前提で作ってくれてるのはありがたいよね。あとこれ、このケースには何が入ってたかっていうと、えー、これです。ステップアップ、ステップダウンリングですね。えー、何ミリに対応してるかっていうと、これです。ああ、ピント合ってくれピント合ってくれあわね、えー、読み上げますね。62ミリ。ね。62ミリ。67ミリ。それから、 72mm。そしてこのフィルター自体は 77mm。で、77mm より大きいのは 82mm となっております。大きいのいっちゃって大丈夫大きいのいくと蹴られちゃうんじゃないのって思うでしょうけども、まあそもそもはですね、このレンズベビー社の、えー、推奨してるのはですね、35mm レンズよりも 長い玉。つまり、えー、僕はですね、今回は 85mm。前回も 85mm 使いました、えー。それからモデルさんの撮影ワークショップ行った時はね、その時は 90mm を使いました。つまりね、厨房遠ぐらいがちょうどいいかなと。やっぱり前ボケを作るフィルターですからね、こういう、こういうもののね、っ 際が見えててししままううととはっっきり映ってしまうと非常にかっこ悪いいじゃないですかおそらく 20mm のレンズとかにはめちゃうとねはっきりね被写界深度深いですからねああいうレンズはねはっきり見えちゃうんじゃないかなと思うんですね、まあ、だから当然ねあまり絞り込むよりも絞り明け気味で、えー、なるべく明るいレンズで撮った方がいいのかなっていうゲップしちゃったごめん。 ゲップしちゃったあのーまあ、今日ねあのー、炭酸水を結構飲んだんですよなんで炭酸水を結構飲んでたかは明日かな明日配信する動画で判明しますけどもねはい何の話だっけあだから被写界振動浅い状態で撮った方が綺麗になると思いますってなるとやっぱり風景を撮るとかよりも お花とか、あと人物写真、それから、えー、何が合うだろうな物撮りテーブルフォトなんかもね。テーブルフォトなんかもなんかすごい印象深いいい具合のやつになるんじゃないかなと思います。まあ日本人からは出てこない発想ですよね。 発想ですよねっていうか、僕はね、こういうの作れないですかって健康さんに言ってたんです。こう,こういういうにね、アームみたいな感じで動くやつでって言ってたの。面白いボケができるやつでって。それはね、やっぱりね、いろんな人の、なんていうの、ポートレート撮影スタイルを見てて、えっ、ー、と、こういうガラス板を持ってね、えー、いい具合になんかふわーってなるような写真を撮られた方とかね、あとね、あの、拾ったアンパンの ビニール袋みたいなね、そういうのでね、バーって撮ってた人とかもいましたしね、人とかもいましたじゃなくて、えー、某有名な写真家さんがね、やられてたんですけどもね。まあそういうの見てると、まあ製品としてアームがついたの作れないですかって、まあそういう発想になるんですよ。のところへ、これがレンズベビー社からね、もうね、収まるところに収まった感じですよね。レンズベビー、 こそこれを作るべき、企画するべき人たちですからね。いや、すごいなぁと思っております。ね。うん。皆さんはいかがですかちょっと見た目がなあと思うでしょう。まあだからこれだから目立つんですよ。これだから目立つんですね。えー、モデルさんもちょうど、なんだろうこれって言って、ここ見てくれますよ、きっと。目線ガンガン来ますよ。 主にクリエイティブフィルタシステム。この商品に関しては、えー、公式サイト、それから Amazon の購入リンク、えー、そして、えー、以前ね、えー、ワークショップで撮影したポートレートなんかも含む動画。 こういったものにリンクしておりますんで、えー、この動画の下の概要欄のところをね、えー、ちょっとお読みいただければそれらのリンク全部含んでおりますんでね是非、えー、ねそのリンク先の動画であるとかね、えー、購入リンクとか商品の説明とか見ていただければなと思います。えー、こちらがですね似たような不織布のケースですが、えー、こちらが主に本体ですねで。ちょっと色が違うんだけど これはオプション、別売りオプションですね別売りオプションで、えー、こういったプリズムであるとか、えー、それからこういった壊れた窓ガラスみたいなものであるとか、えー、それからはいセーブポイントのようなものキラ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  <laughs>、はい、っていうものもね、えー、別売りオプションでラインナップされておりますまあこれ新たにお借りしてきましたということで。 えー、後ろにベルクロがついててねこの2つのケースはね合体できる合体できるんだけどこの <laughs> このステップアップリングのケースはどうするんだみたいな感じにはなるんだけどもね <laughs> はいそれではオムニでございました